ジョセフ・ジュール・ブレビエは、フランスの政治家。1930年から1936年まで、フランス領西アフリカ総督。1937年から1939年まで、フランス領インドシナ総督を務めた。自由主義的で、人文主義的な政策を推進し、植民地の人々への深い理解と文明の尊重が、重要であると考えていた。第二次世界大戦時には、 1942年4月から1943年3月まで、海外県、海外領土大臣を務めた。BC 政権に参加したため、戦後は、階級と年金を剥奪された。モロリスファウンドバイブリビーインマリ、ナウインザムーゼジュケブラリー、ジョセフジュール・ブレビエは1880年3月12日、オートイコール・ガロンヌ県のバニエールドイコール・リュションに、生まれる。 エコールコロニアルを卒業し、1902年に行政官に任命された。1903年1月から4月までダカールの政府総督府の財務部に勤務した。ブレビエは、フランス領をセネガルにジェール植民地の拡大と組織化に関与した。1903年から1906年、1907年から1909年、1910年から1912年には、 バマコ、ニアフンケ、ブグニに勤務した。1904年、現在のマリのトンジダロー付近で石碑を発見した。Wikimedia Commons には、ジョセフ・ジュール・ブレビエに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。